強にいいって何かを我慢することになっていないだろうか。自分らしさを諦めたくない私と、環境にも優しくしたい私。好きなものが実はリサイクルでできていたり、掃除が楽になることで節水もできたり、我慢しないエコはもうすぐ当たり前になる。あなたと環境にいい暮らしを作る、それがグリーンハウジング。環境にいいって何かを我慢することになっていないだろうか。自分らしさを諦めたくない私と、環境にも優しくしたい私。どっちも大事にしたいって綺麗事？でももしも自分らしくて環境にもいいなら、最高に幸せだなって思う。好きなものが実はリサイクルでできていたり、掃除が楽になることで節水もできたり、我慢しないエコはもうすぐ当たり前になる。そう、この瞬間だって世界も私も目まぐるしく変化しているんだから、あなたと環境にいい暮らしを作る、それがグリーンハウジング。パナソニック。あるところに年老いて捨てられたヤシの木がいました。私をそのままにしておくと地球を傷つけるガスを出してしまうんだけれど、生まれ変われる日が来たのです。それはパナソニック独自の技術、ヤシの廃材を洗って乾燥、新しい素材に生まれ変わらせます。ヤシの木はこんな素敵な家具になれるんだとさ。グリーンハウジング、パナソニック。続いていく物語。あるところに年老いて捨てられたヤシの木がいました。私をそのままにしておくと地球を傷つけてしまうんだ。実は捨てられたヤシの木からは地球環境を困らせる悪いガスが出ていました。もう一度生まれ変わってみんなの役に立ちたい、その思いが叶う日が来たのです。それはパームループというパナソニック独自の技術、ヤシの廃材をバラバラにしてきれいに洗って乾燥、新しい素材に生まれ変わらせる、これからの技術です。そう、ヤシの木はこんな素敵な家具になれるんだとさ。あなたと環境にいい暮らしを作る、それがグリーンハウジング、パナソニック。皆さんこんにちは。この度パナソニックハウジングソリューションズ株式会社の新 CM に出演させていただきました蒼井優です。そう、2月の撮影だったんですけど、たまたま暖かい日で、本当になんか日も照りすぎてなくて、ちょうどいい、僕なんか気持ちいいなと思いながらずっと撮影してました。セリフが長かったのでそれだけなんかこう気持ちいいなと感じながらも少し緊張してました。なんか現場の空気がとっても良かったので、安心して撮影させていただきました。本を傾けたらパームループがこう手にボボボって落ちてくるっていうカットが一番時間かかって、でも10回以上やったと思います。ほっとしましたね。みんなほっとしてました。やっぱり年々こう自分に無理なくできることをやっぱ考える機会が増えてきて、ここ数年は生ゴミ処理機を導入しまして、生ゴミ処理機をお家に置くことで余計になんかこう生ゴミを出すなんか機会を減らしたいなって、よりこう意識するようになるので、そういった意味でも良かったなと思うし、あとうちは植物を結構育ててるので、この時期になるとちょうど植物の鉢植えなので、
その鉢の植え替えがあるので、そこにその生ごみ処理機でできた土を一緒に混ぜてまたっていうことをやって楽しんでます。地球に負担のない人で ちょっとでも ちょっとだけでも意識 できたらいいなと思ってやってます。宝塚の脚本家、宝塚が大好きなんですけど、そういう才能を持って生まれ変わりたいなって思ったりします。ずっとお家でやってるの主で、編み物を僕編むことが好きなので、物が完成することっていうのと、編んでるっていうその時間が好きで、ラジオとか聞きながら編み物するのが好きです。肉まん作りにハマっていて、友達が肉まん作るの上手で、作ったことないって言ったら、レシピを手書きで作ってくれて、やってみたら奥が深くてすごい楽しくて、肉まん作りを極めたいなっていうのがあります。 CM を通じて皆さんと環境にも自分にもいい暮らしというのを、叶えていけたらなと思っています。このスローガンのグリーンハウジングを世の中の皆さんにも広げていけるように頑張りますので、よろしくお願いします。